はい、朝5時です。よし、仕事始めるぞ。まずご飯はあるかね、確認ね。これから始めないとダメだね。で、昨日の汁が残っているし、麻婆豆腐ちょっと残ってるね。ちょっとだけだ。よく売れた。あー、嬉しいね。何が嬉しいかっつって、みんな食べてもらえるのが嬉しいよね、料理作った時っていうのはね。で、この汁は明日、今日の夜もう一回食べよう。温めてね、なんか入れてさ、食べれば美味しいぜ、食べれば美味しいぜ、なんか食べれば美味しいぜの歌で、これは昨日子供がパンケーキ作ってたね。大豆を昨日から浸してあるから、この大豆を食べますぞ。この鍋が一番いいみたいだな。わお、水がこぼれたね。このぐらい、このぐらいをもう沸騰させていきます。ガンガンとね。麻婆豆腐はまだ、ガンラガラガラとね、沸騰させます。あ、これまゆちゃんのおしっこのやつだ。見つかったら怒られる。まあいいの、たまにしか動画見てないたまにしかっていうかね、 YouTube で見ろよ、 YouTube であ、しまった、商品名見つかった。商品名って言ったね、これカミナップ料理作り始めます。ほら、今日ドルチェ、昨日食べました、美味しかった。なんだっけ、なんだろう、なんかしらの入れ物だな。まあいいや、後で考えるぜ。紅生姜ね、在庫品です。在庫品を取ってきます。今日は何やるかというと、まずは鬼ヶ島に鬼退治に行かなきゃな。すまんね。まずは、今日何やるか、まずはイスカンダルに放射能除去装置取りに行かなきゃな。じゃあ放射能除去装置取りに行きました。リアルタイムでヤマト見てた世代だからね、これ偉いでしょ。もうすぐ38、あ、違う、58です。はい、今日は何やるか、まあ、イスカンダルに対するのも大事ですけれども、何よりも弁当を作らなきゃね。アルビキポーク、これね、炒めちゃいますね。さあ、ギス、ギス、ギス、ね、ギス、ギス、安かったから買っちゃいました。安いって言ってもね、20% 200いくらっていう、この値段何をするんだよね。これね、これこれ、鳥、370円だよ、これ。ここら辺の底値ですね、370円ですね。鳥とくれば唐揚げ、鳥とギスをくればもう天ぷらだよね。なんで朝から天ぷらなんか作るんだよ、お前。天ぷらといえばこれね、これも食べ終わなきゃダメなんで、ロース肉ね。これで、チーズをくるくると巻いてロース肉にしましょうかね。チーズ巻きロース、これね、チーズをね、入れてくるくるっと巻きましょうかね。美味しいぜ。そうすると、お弁当は全部いいものになります。もう一つ大事なのがあるんだけど、なんだか、これはちょっと贅沢に、昨日ほら、これ半額で490円ね、サイコロステーキ。なんだっけ、固めた肉、形をこう整えた肉ってあるじゃないですか、あれじゃないみたいなんで、まあたまにはいいかって感じだよね。これ、はい、揚げますね。これも揚げます。誰に揚げるんで、もう一個ね、これね、これね、
ね。さあ、イワシ、イワシもこれあげます。唐揚げにします。しそなの買うの忘れたよ。もう終わりだっていうことじゃないのね。これもね、もう終わりなんで揚げます。ということで、今日朝から天ぷら、これね、ここに、天ぷらの道具も入ってます。で、今日はこれ面白そうだったら買ってきました。なんかイカの醤油焼き、これと鮭ね。イカの醤油焼きと鮭を朝の一番に始めましょうかね。はい、これね、はい、お呼びしましょう。これ面白いよね、思わず買っちゃいましたね。初めて見ました、これ。なんかあれだよね、こう狩人が初めて見る獣を買った時のような喜びがありましたね。なんか、なんか怪しいやつとか言ってバーンって言ったらさ、あ、プレデターだとか言ったらびっくりするだろうね。プレデター、何が面白いんだろう。やっぱあの、プレデターってのはもう面白いよね、あれね。やっぱプレデターにも子供とかいるんだろうかね。エイリアンと戦ったりしてたけど、プレデターの子供って可愛いだろうね。やっぱ口が穴なってんだよね、キーみたいな感じだと。なんかあれ、ほんとあれだよね、見た目の悪い人を作ったよね、見事に。エイリアンもそうだけど、見た目で判断しちゃダメだよね。見た目で判断しちゃ悪いって言っても、夜中相手来たらびっくりするよね。何するんだっけ、鮭だ、鮭。必ず、最初にやるべきは、最初にやるべきは海鮮物を網で焼き出します。これね、3つぐらい、カマをやりましょうかね。カマよいしょ。アラビキポーク、なんかいな、悪そうなやつだよね。悪そうなやつなんですよ、失礼だな。はい、始まり始まり、料理を作るの始まりだ。今日も美味しい料理食べましょうや。ガラガラに立って、どんどんガラガラに立て、ロッおっおっおっ、あれ、かわいい、うん、あ、そうだ、いいとこだった。どん兵衛の宣伝、ちょっと、あ、しまった、ちょっと夢言っちゃった。卑怯だよね、あの、なんか耳ついてる女がポワン出てくるとさ、現れるわけないじゃないですか。人間じゃないんだからさ、何やったって許されるぞ。向こうがなんか来てさ、なんだお前、ゴンギツネじゃないし。ゴンギツネって言っても今の若い人知らないよ、昔から知らないよね。向こうハトジュさん今日知らないんだ、最近の若い子は。はい、これでいっちゃいますね。次はカボチャにサンマだけど、カボチャにサンマだね、うん。イワシにサンマ、カボチャにサンマ、あっち側が見えてるから、これはこのままでも始まるね。イワシ、これあげちゃいましょう。あ、今日リスもあげるね。全部は必要ないね。2匹ぐらいあげちゃいましょうかね、イワシの。血合いをちょっと捨てておきましょう。
一番早くからできるのから順に用意しながら油を温めていけるってことだろ。その後で作ればいいよね。まずこれの油を敷いて温めるだろ。マナーってどこだろうな。マナーいいかな。イワシはね、イワシはこうやって、まあこれもいいでしょう。天ぷらってのはね、やっぱり贅沢な商品だったんだろうな。リスだよね、このリスね。こいつはどうしようかな。やっぱりさばかないとダメかな。このままだとどうなんだろうね。まだやったことないからな。ギス自身が私の料理人生の中では料理人生ってそんな立派なもんか。まだそんなに歴史がないですよね。初めてギス入れたのもここ数ヶ月前ですから。でも新しい食材を初めていじるっていうのは人間誰しもあることで、大事なことはその時誰も助けてくれないね。塩のパワー、塩のパワーだね。まあね、塩は大事ですから。こうやって塩して、塩はあれだよね。ここまで中で入れてました。洗うの忘れてました。失敗した。そうだね。ちょっとすぐ、まあいいや、これでいいよ。もう毎回っていうか何回に1回かやってね、油を入れていきます。そば油だけで食うそうですよ。
これが次に入るんで、これね、加熱、こうしとこう。そのようなことを、だいたいそつげなことってのはへりくつこめてるやつに言いますよね。そつげなことばっかりなのかよな。ね、はい、わかりますね。そのようなことを、嫁ってのはですね、あなた。You say such a thing! はい、英語にすると意味がはっきりわかりますね。ねえよ、ねえ、はっきりわかんねえよ。Why do you say such a thing? あは違うなぁ。そのあはってところに意味が何かあったよね。Quote! Loser! ちょっと変な人、今日も相変わらず変な人、俺はいつでも変な人、変な人が包丁持ってる危ないぞ、変な人が包丁持ってる危ないぞ。もうバチンと音がしました。これは一回火が消えてまた火がついた音でございます。もうそろそろ始めていいね。ゴングショーだね。はい、まずはね、スカンダル行きの結果はね、行っちゃってもらったね。はい、ではスカンダル行き、かぼちゃあげます。かぼちゃ入りましたね。はい、遠くに行きます、遠くに行きます。まず行きます。はい、次はこれです。あれ、一個一個バラバラしてくださいね。固めてやっちゃうと固まったまま上がりますよ。なんかこれプレデターみたいなね、顔も。こんな感じでね、キーキーって。もう一回見せるから、キーキーってね、これプレデターの口みたいな、ね。プレデターの口。あ、閉まった。ちょっと早く急がないと。ゆっくりしとくってできないよ。早く急ぐのだ。これが少しね、白の中に入れた気がするので、このぐらいまで残しましょう。
ね、これね。これはね、美味しいんですよ。意外と。ペパリッピスね。炭水化物やんけ。NG でしょ、NG。あ、なんかすげえ下に油がいいな、ほんで。まあ、あんま気にしなくった。あ、NG ショップって言う。いい、いいから。私の子供さんが何をしましたね。うん。ほほほほ。茶色くなったらもういいですからね。じゃあプー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 じゃあね。おお、上がってきたね、上がってきたね。こういう茶色になったのがね、ね、手順としてはそんな大官様ご摂政だ。冷凍にかかるの車体入れづらい、今入れづらいでしたね。牧田さん、ちょっと今のは大きいミスですね。そうですね、百戦錬磨の最高さんとは思えないミスですね。イカフライ、エビフライをイカフライ切っちゃいましたね。これで限定相当ですね。はい、そうですね。あ、総合判定はいくらになるでしょうか。どのぐらいになるでしょうか。そのね、ゴールでほとんどいいんじゃないですか。なんか痛かったので頑張りました。ラッパ戦に変わってるわけ。わ、負けたんだから、勝ったならいいけど、痛かったけど頑張りましたね。マジになるんだよ。けどね、まあしょうがないね。俺だってそのぐらい音はあるけど、俺だって腹減ったって頑張ってんだよ。それでそれでって言われました。
あ、いいね。いいね。おい。いいね、欲しくて何千万も借金するんじゃないよ。いや、そもそも金かそう悪いでしょ。ねえ。そうね。はい、やったね。低温でしょ。低温でしょ、そんなに手を割ります。まずはこちらに、はい、エビフライを、エビフライ王国、イカフライ王国、鶏唐揚げ王国、入ってます。あ、お弁当とかはほら全部種類に終わる必要ないからね、中に入れるものがまずはできてればいいので、はい、中に入れるものができればいいんで、なんで魚は最後に中に入れない。まあ、入れとくみたいですね。鮭食べるからね、魚はね。いいでしょう。で、こっちはね、今度はチーズの仕込み。チーズ巻き。よー、仕込み始めましょうかね。まずロボスの肉が1枚。こっちにあれだよね、3枚集まっております。7枚の肉にまずしましたけど、塩を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 30分ぐらいしますから、魚はもう見るからですね。あー、鮭いいね、うまそうだね。イカがもうパンパンになってますね。中が水が出てます。イカがパンパン、イカがパンパン、鮭はもうちょいだね。もうちょいです。見えてた？うん、見えてたね。それで、これがこうなりますね。蒸気がね、重ならないように。これはプレゼントの口です。なんか今日プレデターだよね。よいしょ。はい、あっちの方ね。
構ね。水巻きってまああれですね、脂肪の脂質の少ない豚肉に強烈にドガンと油を追加するからね。この間はですね、チーズじゃなくて、鶏とこう合わせて。はい、ですね。六人は大丈夫だよね。あ、ご飯はあるね。今ちょっとしてたかった。料理作るとき何が大事かって言ったら手順だよね。段取りと手順っていうかね、料理ってみんなそうだけど、何やった後で何やって、その時何がどうなってるみたいな、3次元立体的にかつ4次元的な展開を見ないといけないでしょ。木の縁は何個使ってどうなんだよみたいなね、のからしないとダメだから大変だよね。確かに生ゴミかな。うん、技術ではないということを分かっておいていただきたいと思います。だからあれだよね、次の本では料理っていうのは非常に高度にインテリジェンスの高い技術なんだよっていうことをねやりたいよね。そうしなきゃないってことは何もないんだけど、これはやっぱ俺のトラウマだよね。小さい頃あのマジの弁当はなんか茶色くてな、青いのとか赤いの入ってないよなって言われて、ガーちゃん言えばしてよ。うん、残酷だよな高校生ってのは。言い逃れのできない事実を言って、それがその人間の特徴であるかのごとく言うってね。大体、関係ないだろうが、人生において。いや、あるよ。いや、あるよ。あります。あるでしょ？関係あるでしょ？もう使えますよね。もう粉と卵で、なんていうの、あのフィルターに、フィルターのガードができましたね。で最後にパン粉を割って中を蒸されるわけですからね。ね、楽しんでやろう。卵は最後に卵焼きになります。
ボール巻くから全然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 全じゃあママ行ってくるね。その時4人ぐらい友達来てたんですけどね、あの1人だけ気が付きましたね。パッとの顔見てママ食べられないよね。誰も100歳の子ですけどね、ママの家であると思わなかったんだろうね。笑いそうな顔して何だ俺って。まあ仲悪かったけど、仲悪かったけど、仲悪かったけど、カミスね、喧嘩早くて、喧嘩早いかな、喧嘩早かったんだろうな。高校生だったら怒らない人のグループに入ってますよ、わからないね。今低音でいきましょう。イワシのぶつ切りフライ、カレーにしようかね。
しょ、水少ねえ。これがね、もう入れてきますよね。うん、やわらかい、うまい。ちょっとだけ醤油入れて、ガラッと煮立てる。はい、ブロッコリーこっちね、あれさ、ね、醤油しかし子供ってのは残酷やね。中はチーズがとろっと溶けてますね。そしたらもう卵で入れてみます。卵は必ず残りますけど、リスはフライしないんだよな。リスフライしとくか、ちょっと足りないかもしれない。ジュースフライしてみる。内臓をね、一緒にやるとなると今度はちょっとすぐ音が変わりましたね。衣が強力じゃないかな。内臓でやってみましょう。ダメだよ、200円だよ。もし言われるんだよ。なぜかわかんないけど、こういうことやってるとポール・マッカートニーのバーン・オン・ザ・ダンス
バーンジャーンが出てきますね。ジェイブ伊勢のプランね、うまいんじゃないかな。もしやしたらな、もしやして伊勢のあ、焦げてる、あ、焦げとるわ。まあ、焦げ焦げだよ。匂いがする直前に気がつかなきゃダメなのにさ、焦げちゃったじゃん。失敗しちゃった。まあいいやね。この人もね、ちょっと。ちょっと油多いね。ちょっと拭きたいけど面倒だから。失敗したわ。うまいやね。うまいやねで済むのは気持ちはいらないじゃん。うまいやね。すごいのができてきましたね。揚げ物。朝の4時から唐揚げくん。あ、5時だね。今日は5時から始まりました。朝の5時からカラーベコン、これシソ入れたからな、よかったんだよな。ね、おいしそうだね、おいしそうじゃろ。はい、じゃあね、こちらもね、イワシは低温でちょっと外側が上がってきたので、そろそろ保温しましょう。そして、ギスだね。そしてギスフライ。冷凍してもいいかもね。フライはとにかく中を長く温度かけたいときはフライですね。内臓元だぞ、初めてだぞ。十分かよ。少し。イワシはね、もうわさびてるから。
じゃあキスを1ピリだけ入れてみましょう。そんなにジュワッと来ない。上下だね。そしたらどうしたらいいんだ。この人たちをこういう感じで表面を集めて、ほら、これはもうこれでいいね。これで十分です。これで十分です。火を止めて、リスがちょうどよく上がったら、そしたら勝負あったりしな。油のね、アクが来るんだ。いいかな、こんなじゃな。こんなの、こんなの方がいいかもね。低温にしました。じゃあ行きますか。一本、3分、4分、5分、はい、残りも5分、ちょうど半分。押していい、押していい、詰めですな。お弁当詰め詰めがいいけど、まずはこう、こんなにたくさんになるとあまり思いもよりません。